安川なんだよな、この電話電気部、ホームページあるに書かれて。
そしてですね、6番手、箱根が湯原の前に出ています。箱根、湯原の前に出ています。箱根、湯原の前に出ています。さあ、湯原と、そして、どっちが外回りが戻ってきた。さあ、マッチ、2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 、
車バスが車道バナーが発生している。逆浜でブレーキ不良で爆弾が2台で取り寄せていきました。さあ、そのままポケに下っていきます。先ほど確実に下ってきた、止まってきた。さあ、まもなく3番ポスト、先生がここでしっかり後ろについてきました。さあ、しかし4番ポストの先には後ろフラッグが振られています。さあ、そして最初から止まっておりました。これは回避と、フラッグ回避になりましたね。さあ、やったら様子見ていこうというのか、それとも隙があるなら、ガンガン突っ込んでいこうというところなのか。さあ、4番ポストに向かって、さあ、ギャラルが上がってきて、また降りていきます。さあ、ここが前の通過線に行っていたんですけども、この5番ポストの前の一番谷底の右側、これがですね、今、通っているような、そんな感じに見てくれます。下にはちょっと伸びないが、6番ポストというのに行きます。何かが変わるという状況になっています。さあ、
そしてオバンマットの手前、すでに倒れていますか。イエローが取られています。さあ、そして未来は少し差を詰めて左側へと向かっていきます。さあ、エロワンが予約されてますよ。さあ、そこで
戻ってきてラスト1周になります。このギャラリーエリア、安原選手の声援が半端ないんですよね。ものすごいうわーという声が聞こえております。ダンケンセグンの応援の声がしっかりと届いておりますよ。さあ、そんな、安原が今3番ポストを越えて4番ポストへと向かっているというところ。さあ、ちょっと2で若干バランスを崩しかけたものの問題なく進んでいきます。実はですね、この3位に上がっていた竹内なんですが、まあ、1位に上がって2位はトップ安原との差を詰めているんですね。ただこのラストの周回で6秒ほどの差がありますので、ちょっとこれは厳しいかというところ。さあ、ここで安原が先頭に姿を現してまもなく安原さやが戻ってきます。今回の新型ワンセットデビュー戦となります。さあ、今回この新型ワンセットデビューに戦ってこの安原さやが見事優勝を飾ってくれるのか。何よりもこの新型ワンセットを勝ち取ったホーム上にある前半での優勝はどこの3期出るのが嬉しい、そんな風にの一つではないかと思われます。さあ、見えてきました。さあ、今新型ワイベントとともに安原さん左手ラックポーズを上げます。見事このホームコートにある A マスを優勝決めました。そして先に勝利しております。竹内が第1位、第3位には先に2番宇多田ママ選手に第1位の選びが授与されます。
おめでとうございます。それでは、当選時には本日もスポンサーの皆様方から、素晴らしい服装を頂戴しておりますので、ここで私を伝えておいます。では先にフォトセッションをさせていただきます。カメラお持ちの皆さん、手を挙げてカメラ目線をご覧ください。皆さん、お写真よろしいでしょうか。ではちょっと話を伺っていきたいと思います。安原選手、いかがでしょう。応援ありがとうございます。ありがとうございます。今回、新型バイジェット19モデルのデビュー戦ということで、もう本当に緊張してて、このマシンを買ってきたの1ヶ月前なんですけど、絶対乗れなくて、実はバイト全然休みにして、コースに練習してました。でもそれでも全然乗れなくて、今回、もう本当に、リタイアしたいなって思うくらい、すごい緊張してたんですけど、でも、無事にこの地元で、デビュー戦で勝つことができて、本当に良かったです。思うことはいっぱいありますが、実は初めての連勝なんです。こんなに長いこと練習してるのに、練習って初めてで、もうすごい嬉しいです。皆さん本当にありがとうございました。そこに一戦、まだ私にもチャンピオンの可能性ってあると思います。何が何でも取れるように最後まで全力で食らいついていきますので、皆さん応援よろしくお願いします。それから岩井さん、ありがとう、ありがとうございました。ありがとうございました。思わず私もちょっとうるしをしてしまいました。さあ、それでは竹内選手。さあ、竹内選手もまだまだ最後までこのシリーズに関しましても目が離せないような状態となっておりますが、まずは今日のレースを終えますけど、お気持ちを聞かせてください。応援してくださった皆さん、ありがとうございました。前半は、すごくいろいろあったレースが多かったので、わりかし好きだったので、本当に今回は勝って残り2戦全て勝つしていたんですが、自分のミスで1回延長してしまい、そこから追い上げができず、この結果で終わってしまいました。今回は開幕戦からちょっとパンクやいろいろありますが、残り1戦勝てるように、チャンピオンのデッケンとして勝てるように頑張りますので、見捨てず応援よろしくお願いします。ここに立てたのも本田さん、チームハマー監督高山さん、ランロップさん、家族のみんなのおかげです。引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンピオンの元気をかけて残り1戦も頑張れということなので、皆さんぜひ応援してあげてください。さあ、その花選手、本当に最後の最後で、悔しい思いもあったかと思いますが、終えてみて今のお気持ちを聞かせてください。皆さん応援ありがとうございました。すごく見えてました。それから表彰台、すごく久しぶりです。お久しぶりです。今年は本当にちょっとシーズン前からいろいろあってすごい苦戦してるんですけど、それでも周りの人たちがあるマウンテンライダーズの会長、監督、スタッフの皆さん、それから寝ずに整備続けてくれるお父さん、練習いっぱい整備してくれるお母さん、それから今日は大学と高校の友達もわざわざ来てくれて本当にありがとう。本当に多くの人に支えられて、特に、今年はずっとアドバイザーとして練習ずっとついてくれて、ゆうやくんちょっとどこにいるか分からないんですけど、もうめっちゃ感謝してます。ありがとうございます。残り1戦絶対勝つので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございます。それではシャンパンファイトルこちらでいただきます。なんでなんかいけるんですか。生まれ持った頭が足りない。さあちょっと皆さん線が抜けてしまいますのでお気をつけいただきまして、お渡しいただければと思います。もうここにかけてとばかりに皆さんオーダーが入ってますがよろしいでしょうか。それでは行きます。シャンパンファイトどうぞ。はい、おめでとうございます。さあそれでは見事優勝しました。さあ新型ワイルドデビュー戦となりました。安原沙耶選手、そして竹内優奈選手、久保選手、今一大きな拍手お願いします。皆さんおめでとうございます。はい、ありがとうございました。ではすみません、皆さん続いて AIS 決勝が行われますので一旦すみません、挙手式会場のご退場のほどお願いします。